こんにちは、この間の鉄道博ありがとうございました。どうもありがとうございました。こちらが大鉄道博のオークションで腕時計を落札したコレクターの男性。名前などは秘密ということで取材させていただきましたが、部屋には大きな駅名の看板が並び、すでにただならぬ雰囲気です。まず一番最初のコレクションっていうのはどれだったんですか？そうですね、今からもう32、3年前にあの駅でたまたま売っていたのを、はい、購入したのがことの始まりで、沼にはまってしまったという。昔列車の窓の下にかけられていた行き先の看板です。実は浪人生でしたので、親にちょっとお願いと、あのこれがあったら頑張って大学合格するからと。でもご利益あったわけですよね。そうですね、おかげさまで、はい、春なんとか無事、はい、大学生に鉄道旅も好きで各地に出かけているというこちらの男性。旅の先々で30年以上鉄道グッズを買い集めてきました。もうドキドキですけどね、こう自分欲しいなと思って前の人が買うな買うな、あそれダメ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 みたいな、あよかったみたいな大きな駅名の看板は静岡県の三石鉄道のものです。もうこの辺なんかもそうでしたね、こう結構列の後ろにいたんで、あ浜名湖作名、あいいな写真撮りに行ったり、ゆりかもめが飛んできて綺麗な素敵な駅ですので、かもめと列車の写真を撮った駅が気に入り、たまたま出品されていた駅名看板をゲットしました。米子の大鉄道博では思いがけないお宝ゲットだったといいます。まあ即売でもあるかなと、あと新しい薬毛号の椅子が、うん、そういえばどんなもんだったのかなと思って、誰も落札されなかったんで、もう終わった後に見せてもらっていいですか？広いものだった。そうですね、膨大なコレクションの中から男性が取り出して見せてくれたのは懐中時計。一見同じもののようですが、これあの裏返すと昭和58年の米子鉄道管理局のものなんですけれども、あのシリアルナンバーが入ってまして、これが2番という、うん、はい、トップナンバーに近い近い、できれば1が欲しい、できれば欲しかったんですけど、なかなか。実は一つ一つが異なる時代や会社で使われたもので、文字盤や裏面の刻印など細かい部分が違っています。しかも大金をかけて集めるのでなく、自分で修理するなど手間をかけて揃えていくのが楽しいのだといいます。電池変えても動かないかもしれないよっていうのが、まあ、3000円とかですね、そんな金額で出てきたものを自分で電池を変えたり。まだまだ膨大なコレクションの大部分は秘蔵品で撮影不可でしたが、鉄道グッズコレクションの深い世界に圧倒されました。